ルールブックにですね、まずこう書いてあることっていうのは、第1章にエチケットマナー、第1章ですからね、はい、ボールを触っちゃダメとかそういうことでもなくて、それはルールですから、マナーっていうものがまず最初に入ってくるんですね。エチケットマナー、紳士淑女のスポーツというふうに言ってましたけど、そう、間違いなくそういうことを、自分がそうであるという自覚を持ってプレーしましょうみたいなね、そういうことが書いてありますね。余裕を、ね、持ってプレーを望むためにも、いいプレーができるためにも、やっぱりその時間を守るであるとか、まあこれはもう人としてというかモラルの問題なので、はい、まあ、ゴルフに対しても、まあ、これはゴルフだけじゃないじゃないですか、時間を守るということはね。まず一番最初にやらなきゃいけないこと、グリーン上で乗ってね、一番最初にやらなきゃいけないことは、グリーン上で自分のボールをマークすることです、はい、で、数々ボールがありますので、はい、そのボールを踏まないように、そのラインを踏まないようにですね、はい、ボールを自分のボールをマークしに行かなきゃいけません。はい、番が来るまでですね、自分のこうラインを読んだり、そういうふうにしなくてはいけません。で、一番遠い人からボールを打ちます。はい、で、一番遠い人これなので、はい、これ例えば僕にしましょうかね。はい、はい、で、僕はボールマークしてないけど、僕は打ちます。打つ時に、そこにいたら実は邪魔なんですね。あ、私たちがですね。そうなんです。はい、一番邪魔なのは、はい、ボールこのライン上の後ろ側にいることです。あ、はい、で、次自分が打たなきゃいけないので、このボールのそばに自分がいるといいですね、その打つ人で。打ちます。はい、ただですね、はい、で、そうすると邪魔なので、またすぐ自分がマークしなくてはいけませんね。はい、その広いスペースをこう何十人でしか使わないスポーツですから、お互いこうある程度気を使いながらプレーをしないと、例えば遅いプレーであるとか、そうですね、騒がないとか、あとはグリーン上ではやはり傷がついてしまうという、後続の組の人にものすごく迷惑かかりますので、みんなで一緒に共有してるんだよっていう、そういうことを自分の中で分かりながらプレーをしてほしいんですよね。外見だけじゃなくて内面も、うん、っていうところですかね、うん、それはやっぱりゴルフはさらに磨きをかけてくれるんじゃないかなと思いますね。